はい、どうも皆さんこんにちは、クソガールです。ということで今回なんですけど、今回はね、確か前回はダイヤモンド集めて、ダイヤモンド鉱石の幸運トラッシュを作っ、ダイヤモンドトラッシュを作って、そして幸運をつけてっていうね、レポートをする予定だったんですけど、ちょっとさすがにね、その工程はだるすぎる。だるすぎるっていうか、まずね、畑がないんですよ。食料問題とかも解決しないといけないし、あとね、村人のベッドの数が少ないということが問題なんですよね、やっぱり。はい。なので、できればね、それを達成したいんですよね。はい。最近さ、寒くなってるんですけど、僕の地域ではなんか大雪警報が出たんですけど、今はね、バチクソ晴れてますね。なんでだ？雪降るのは楽しみにしてたんだけどな。確かね、僕の県では去年ね、結構雪降ってたんですよ。そして雪合戦して、大負けしたんですけど、とりあえずね、結構楽しかったね。今年もまあ、なんか雪降りそうなね、寒さですね。今日の最低気温6度だからね、普通に。めっちゃ寒かったよ。まあ、外出ないけど。よし、とりあえず、じゃあ、まあ、もう村々に拠点するか。まあ、拠点を作るのは、まあ、いい、置いといて。じゃあ、今日からここが僕の拠点です。はい。で、村人さんが困ってるみたいなので、これは、雷じゃないね。じゃあ、ここで、ブランチマイニング場を作りたいんですけど、問題があるんですよ。村人が入っちゃいけないっていうね、ちょっと課題があるんで、この課題を解決するためには、やっぱトラップドアですね。はい。で、はしごを使って、拠点まで、地下の拠点を作ると。はい。はしごを作ろうか。まあ、こんな色に気がするけど。はい。こうすることで、OK です。6ぐらいまで掘ろうかな。10かぶり危ない気がするな。じゃあ50まで掘るか。はい。で、タイマー作って明るくします。あ、こんぐらいプラスあれば大丈夫かな。はい。で、高さは3マスにして、樽だとね、問題があって、まあ大丈夫か。まあ大丈夫か。単に村人は絶対僕は連れてこない人なので大丈夫です。はい。やっぱ何でもないです。村人をね、地下で攻撃させたいときはね、地下に村人を、連れてくるんですけど、樽だったら、間違えて収束してしまう可能性があるんですけど、でも僕が、今いるとこはね、Y が結構低いとこなんで大丈夫だと思うんですけど。はい。まあ、大丈夫でしょう。はい、じゃあ今からね、拠点を作っていきます。はい。では、ここにね、作業系のものを入れましょう。かまどを2個置いて、はい、これを6個作りました。なんか地下で暮らすマインクラフトみたいになってる気がするけど、噴水か。はい。で、今回はブランチマイニングとかしていこうかな。はい。じゃあ、ここは丸石専用にしよう。で、とりあえず、ブラーマイをどんな感じにした方がいいのかっていうのをね、ちょっと会議していきたいと思います。しないんですけどね。はい、とりあえず、まずは、まあ、幅もちょっとだけ広げとこうか。あ、一応ここはね、ブラーマイ上なので、あ、拠点っちゃ拠点だけど、あ、まあいいか。一応石炭専用のブランチマイニング場とかもね、作っておかないとね、そのうち石炭減ると思うんですよ。そうだね。
水中洞窟で見つけるっていうの手もあるんですけど、まあ、めんどくさいんですよ。まあ、なので、ブランチマイニング場はね、サンクキルさんの、ちょっとめんどくさいけど、まあ、我慢しております。で、高さは、そうだね、5マスぐらいあればいいかな。ちょっと高い気もするけど、ちょっと階段式にしたいんで、できればこんぐらい幅が欲しいですね。まあ今回はね、ブランチマイニングをするってよりかは階段を作るだけなので、多分これで大丈夫だと思います。で、降りるときはね、階段よりもね、普通に四角いブロックだけの方が早いんですよ。なので、じゃあ、真ん中は階段にしようか。真ん中を階段にして、で、それ以外はブロック、階段を置かないようにすると、効率よく下り行ったりできるんですよ。で、今回はちょっと、この作業はもう倍速するか。まあ、これぐらいかな。石炭を集めるための場所ですね、ここが。30ぐらいでいいかな。30ぐらいだったら、まあ、遊びの洞窟を見つけて、そして石炭をガッポガッポ集めれるかな、的なことを考えました。はい。鉄もね、13個集まってたんですよね。ボランチャーニング中にこんな鉄を集めるなんて思わなかったです。よし。はい、こんな感じですね。降りるときはね、こっちの方がね、断然早いんですけど、ね、登るときはね、こっちよりも、こっちの方が早いです。ではね、まあ、ブランチマイニング場もね、完成したってことで、ちょっと、ブラシ置いといて。じゃあ、畑でも作りますか。と予定しなかったけど。まあ、畑って言ったらね、まあ、大きめに作るじゃないですか、普通。一応、このよいしょとか。こうとかね。あとね、クワもたくさん必要なんですよ。で、今回、バカみたいにクワ壊すと思うので、なので、ちょっとたくさん多めに用意しましょう。めっちゃ痛かったんだけど。これ、鉄をプラントしないとなんかきつそうだね。あとね、盾も強いのじゃ。ちょっとね、今から畑を作ろうと思ったんだけど、ちょっとやばかった。時期が悪すぎた。じゃあとりあえずこれを作ってと、ここかな、間違えた。あと縦だ、縦。よし、棒一応作ってと。よし、これでね、まあなんとなくなるでしょ。 なんとなくってか、結構いい結果になるんじゃないですかね。よっしゃ。まあ、ハードコアでね、切れたんで大丈夫ですけど。これさ、まあ、ハードコアだからめっちゃ痛いだけど、イージーとかだったらめっちゃ、攻撃力軽いんですよ。ここら辺をスイッチしますか。ちょっとね、これね、燃やしとかなきゃダメですね。はい、こんな感じでね、まあ、しばらく待ちましょう。ではね、周りの木をね、伐採していきましょう。で、周りの木はね、めちゃめちゃ邪魔なんで、一応、抜きときたいんですけど、植林場も作っとく方がいいかな。それ設置した後にするか。はい、まあ一旦こんなもんかな。あれ あれ残っちゃってる。いや、
残ったやつはね、掘ればいい。で、まあ、ほとんどなくなったかな。苗木を回収します。ジャングルが近くにあったのはいいことかもしれないけど、めんどくさいね。武器がたくさんありすぎて。はい、とりあえず設置していきましょう。今回ね、シャベルとクワがめっちゃ使うんで、カオ、カルタパッポッということで、設置していきます。将来的にはね、ここら辺に都市とかも作ってみたいんですけど、まあ、それはもう何年後かとかになると思うんですけど。まあね、まあそこまで生き延びれたらいいって話ですね。はい。とりあえずね、まあ、畑をね、作るための土を集めていくわけなんですけど、土は結構必要になりますね。どんくらい必要なのかな。3×3 の畑は最低でも欲しいですね。はい。だったら、3×3 って言ったら、あれよ。9、18、27。27×27。729。を割り算して64にしたら、11スタックも必要ですね。11スタック必要です。はい。11.3 スタック。なので、11スタック半ぐらいあればね、作れる試しですね。はい。ちょっと明らかに足りないんですけど。今回のメインっちゃメインなんだけど、まあ、どうせね、土を掘るとこなんて、もう、長いとこ見る、興味ある人なんていないと思うんで、まあ、カットした方がいいのかな。カットっていうか倍速の方がね、なんか面白そうだし。よし。はい、葉っぱがね、もうほとんどない状態で、もう、これで大丈夫かな。はい。スッキリしました。あ、スイカもありますね。スイカはね、後々取ればいいかな。はい。ということで、一回地下に潜ります。11スタックのスペースが必要だからね。あ、まあ大丈夫か、これで。90、11、OK。はい、今から成長していきます。では、ちょっと待ってよ。何のスペースが足りねえな。10になって、もうこれはいらんか。うん。はい。ということで、はい、整地していきます。多分今はね、夕方とか夜になってると思うので、一回寝てから作業再開します。まだ夕方にもやってないぞ。とりあえず。整地していきます。おー、やっと集まりました。はい、ということで。はい。材料はね、はい、なんとか集まりました。はい、ということで、今からね、畑をね、作っていくんですけど、はーい、じゃあどこに作りましょうかね。ここら辺作るか。これを使えばさ、材料を削減できたんじゃね？もう今気づいたわ。はい、じゃあ今から作っていきます。
よし。一応ね、全部拭きましたので、あとはね、高安だけなんですけど、ここからが大変なんですよ。はい、今日はね、6本は使うか。はい、ではね、高橋行きましょう。あ、ちょっと待って、その前に、あれだわ、松明を敷かなきゃいけない。畑ってさ、夜になったら、育たないんですよ。松明とか光がないと。だから、こうやってね、置いてあげると、育ちます。これ先にしとかないとね、置くのがめんどくさくなるので。まあ、別にさ、あれでもいいんですか、こういうやり方でもいいです。で、僕はね、こっち派です。よし、あとはね、もう耕すだけですね、本当に。はい、ではね、最後の工程へ進んでいこう。やっと完成したぜ。 おー、これがね、畑ですよ。今回作った。おい、スケールがでかいですね。てか、6時間時間が1時間を超えましたもん。とりあえずね、もう最低限の種を植えておいて。こんな感じでね、まあちょっとずつね、増やしていけたらなと思います。いやー、ほんと、苦労した甲斐がありましたね。まあ、今回はそんなね、種植えれないんですけど、もう頑張りました、本当に。本当に。苦労しました。で、今回はね、ブラマイ場も作って、まあ、石炭専用のね。まあ、次回はね、ダイヤモンドを見つけるために、奥深くまで掘る予定なんですけど、まあ、今回はね、結構いい感じに進めれたんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、裏作業って、種を全部、まあ、植えれたらね、植えれたらいいと思います。ちょっとテスト期間なんでね、僕もテスト勉強しないとさすがにね、まずいんですよ。今のところテスト勉強しないといけない時期なんですよね。で、まあ、僕はね、いい点を取りたいので、しっかりテスト勉強して、テストに備えたいと思います。ということで、今回の動画は以上となります。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。